皆さんこんにちは、廃業里屋の亮平です。今回は廃業里屋の第2弾クラフトレモンジンアジサイを生み出した山口彩音君と話していきます。まずは自己紹介、山口君、お願いします。はい、山口彩音と申します。東京蔵前でエシカルスピリッツという会社をやっています。その会社の中で東京リバーサイド蒸留所というジンを作る製造所を持っているんですけども、そこの製造責任者をやっています。他にも隣町の浅草橋というところで昆虫とかいろんな外来種とかを駆使したレストランの商品開発やドリンクの担当をやっていたり、また静岡の方で近々ちょっとウィスキーの蒸留所を立ち上げたりと、まあいろいろやってる人間です。よろしくお願いします。まずはこの2人の関係から話していこうと思います。彼は農大の同級生で、当時からアイユって呼んで自分はね、ヨアって呼んでアイユとヨア。1年の夏休みだったかに、何人かのグループで佐賀まで免許を取りに合宿に行ったことがあったこれは残ってます。2週間ぐらいで一緒にね、佐世保か、佐世保まで行ったんで、佐世保バターをめちゃくちゃ食った。俺は佐世保のラーメン屋にお腹繰り出した。そう、中華街とか行ったりしたんで結構楽しく、いろいろ食べた記憶が、免許取りながら旅行できるから、忙しくはすごいいいですね1日1時間運転して、あとはなんか、ね、そうアユからアジサイの製造所である東京リバーサイド蒸留所についてご紹介していただきます。東京リバーサイド蒸留所は東京都台東区ですね、蔵前という浅草の近くの町である地の蒸留所になっております。まあ、ジンってすごい自由なお酒で、ジュニパーベリーっていう木の実ですね、さえ使えば、さえ使えばって言い方は良くないと思うんですけど、原酒は何でも焼酎でもウォーカーみたいなものでもよくて、ジュニパーベリー以外の香り付けをするような植物もまあ何でも使えるような、すごい自由度の高いお酒になっております。うちの蒸留所では全国の日本酒の蔵ですねから出る酒粕、酒粕って大体使われてはいるものの、その一部がまだまだ廃棄されてしまっているような現状がありまして、その廃棄の数をですね、価値のあるものだから少しでも減らそうっていうので、酒粕から作ったカス取り焼酎という焼酎をですね、全国の酒蔵さんから買い取らせていただいて、日本酒の香りが詰まった焼酎ですねをベースにジンを作っております。使う植物とかボタニカル素材に関してもなんですけれども、東京という土地を生かして、例えば近くのコーヒーショップで出たエスプレッソのカスですね、もう捨ててしまうしかないものとかだったりとか、チョコレート屋さんが出しているカカオの皮ですね、カカオのニブっていう実の部分ではなくて、そこの外側にある農業とかで若干使われたりするんですけど、ほとんど使い道ない皮であるとか、捨ててしまう野菜とかですね、そういうものを駆使していろいろ香り付けをしている蒸留所になっております。僕らの中では再生型蒸留所って呼んでたりするんですよ。ここだと店頭販売とか、まあ、そうなんですよ、はい、今ちょっとここを蒸留所内で撮影してるんですけど、1階の店舗で持ち帰りでジントニックが飲めたりとか、ボトルの販売をしていたりとか、で夜になると2階のにバーがあって、美味しいお食事とジンを使ったカクテルが楽しめるようなバーを併設しております。近くにお越しの際はぜひ遊びに来てください。個人で始まったばっかりだけど受賞して、そうですね、なんかもう完全に自慢話みたいになるんであれなんですけど、一昨年ぐらいからジンの製造を始めて、実はここの蒸留所ができたのは去年で、それまでは委託で鳥取県の酒蔵とかを何日かだけ間借りをしてる感じで塩結び酒造ってところなんですけど、それでジンを製造したりしたんですけど、ジンって、まあ、日本酒とかともそうなんですけど、品評会みたいなのがあるんですよね、コンテストみたいな。ジンだとワールドジンアワーとか、インターナショナルワイン&スピリッツチャレンジ、まあ、IWSC って呼ばれてるものとかいろいろあるんですけど、最大権威であるワールドジンアワードと IWSC、 その2つで日本の中では一番最高の賞を取っていたりとか、 IWSC に関しては2021位だったんですけど、98点っていう点数がついたんですけど、98点ってジンだと最高得点だったんですよね。世界で9個ぐらいで、日本では1個だけだったんで、そのぐらいまで賞を取らせていただくジン何個かあったりするんですよ。じゃあ日本で一番美味しいジンと言っても過言ではない。それはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でもジンってさっき言った通り多様性のお酒なんで、一番とかは僕はないと思ってて、いろんな蒸留所が出している、だから肝焼酎使ったすごい焼酎っぽいジンもあれば、もう完全にロードンドライっていうイギリスとか伝統のスタイルを踏襲したジンもあれば、うちはカストリ焼酎の香りですねを生かした、まあ、日本酒をちょっと感じさせるような
ものとか廃棄されてしまうビールとかを蒸留したビールの原酒の陣もあったりするんですけど、いろいろ個性があるので自分の中での一番は絶対あった方がいいんですけど、いろんなところを飲んでみるのもおすすめしますね。バリエーションがやっぱり陣は楽しいですよ。次に今回は限定酒であるクラフトレモン陣アジサイについて、まずレシピの方からお願いいたします。はい、今回このアジサイという陣を一緒に作ったんですけど、コンセプトですね、今回廃業酒屋をやるにあたって、実はもう最初の相談とかも僕も一緒に考えたりしていて、コンセプト作りとかも手伝っていたんですけど、作るにあたって陣ってやっぱりあまり飲んだことある人ってあまりいないかなと思って、その中で若い人でも飲みやすいような、頭で考えなくても美味しい陣ってなんだろうってなった時にレモンサワーが思い浮かんだんですよ。レモンサワーって割と結構最近クラフトでいろんなところでこだわりの自家製のレモンのシロップとか、まあ、漬け込んだお酒使って作るレモンサワーとかがあったりすると思うんですけど、ソーダで割ってちゃんと美味しくて香りがいいようなジン作りたいなと思って、うちのボトルちっちゃいので、例えば宅飲みとかに一本持ってってそこでみんなで楽しんで、ソーダだけ買って楽しんでいただけたらなみたいな感じで作ったジンになってますね。使った素材ですね、メインはレモンとライムとあとリンゴですね。この3つの香りを中心にミントであるとか、ちょっとだけビールに使うホップとかを入れたりして、かなり爽やかで華やかな構成にしています。液の色が青いんですけど、これはバタフライピーっていう青い花ですね、色付けをしまして、見た目にも涼しい色にしたような陣ですね。中に使っている原酒、何のお酒を作って作ったかっていうと、原料アルコールっていう味のない豪華みたいなものと、佐賀県の天淵酒造さんですね、すごくフルーティーな吟醸法がするお酒作ってるんですけど、そこのカストリ焼酎を使って、少しだけその日本酒の吟醸法っていうんですかね、華やかさも加えたような構成になってます。おすすめの飲み方おすすめの飲み方なんですけど、ジンソーダですね。ジンってやっぱりジントニックで飲むことが多いかなって思うんですけど、バーとかでジントニック作ってもらって出されたり、居酒屋とかですることはあるかなと思うんですけど、トニックウォーターって一貫性の、昔よりは全然買いやすくなったとは思うけど、そんなに普及はしてないかなと思って、酒屋さんに行くかちょっと大きめのスーパーに行くかじゃないと買えないかなと思います。コンビニじゃ買えないんですよね。コンビニで、ね、手軽に割り剤買って楽しんでいただくぐらいの気楽さの方がちょうどいいかなと思って、ちょっとソーダに合いやすいように味を設定していますね。クラフトレモン陣アジサイですけど、個人的な自己評価というか、自己評価なんですけど、めちゃめちゃちょっとねうまいんですよねちょっと一旦飲んでみました。そうですね、いろんなレシピ作ってるんですけど、忖度なしにここ最近で一番これは来たかもしれないっていうレシピです。香りがそうですね、キュッとレモンとライムとあとリンゴの甘さもスーッと爽やかに抜けていく、スペアミントの爽やかさとかホップの香り華やかさとかそういうのもあります。そのままっていうよりも多分そうだし、おすすめのソーダ割りですけど、でこれね、ソーダとかトニックウォーター、あとレモンですね、酸性にすると色がピンク色に変わるんですよ。もっともっとカリフォルニアとかだとピンク色に変わります。うまいな次は名前やデザインについてお話ししたいと思うんですけど、この名前とかデザインについては私が基本的にデザインとか名前の案を出して相談して決めていくみたいな形で決めました。アジサイという名前なんですけども、初夏に発売すると色の変化がアジサイのような色合いであるっていうところからこの名前にしましたね。いつかは考えていて最後に絞り出したのがこれだったんですけども、まあ我ながら結構ハマってておしゃれにいいんじゃないですかね。僕とかは制作段階ではずっとレモンサワージンとかって呼んでたんでいい名前ついたなと思います。結構会心の時期ですね、うん。デザインについては水玉にはなっているけど、まず最初は果実とかソーダをイメージした形で丸とか水玉をベースに考えて、使った果実が色が信号機みたいな、結構信号機みたいな写真もあると思うんですけど、あとは色が変わるってことでグラデーションとかは考えてたんですけど今の形になりました。この形になったのは結構あゆが主になってて、カルピスソーダをイメージしてる爽やかなイメージになりをしてます。
ここからお酒の話じゃなくて彼自身の話をもっと深掘りしていきたいと思うんですけど、お酒をやりたいなとか作りたいなって思ったきっかけがあれば教えてください。あ、そうですね、昔から食べることとか料理とか作ることには興味あって、まあ、それで東京農大の情報科学科に入ったんですけど、ジンに興味を持ったのは1年生の時のアルコリックビバレッジっていう、全てのお酒をやんわりとだけやる授業みたいなやつがあるんですよ。その時にジンの話が出て、ジンなんて全然ついものも知らなかったんで、授業でジュニパーベリーってもので香り付けをして製造を行うって、その製造法を聞いた時にこれなんてもありだなってなって、自分が欲しい香りをどん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 詰め込むと自分の最強のジンできるんじゃないかみたいなのは考えてたんですよね。大学3年生でお酒飲める頃になった時に、ちょうど僕らが大学3年生で2016年ここでジャパニーズのキノピってのが出てるんです。キノピってなんか自分が1年生の時に妄想したジン結構そのままというか、日本のジンってできるんじゃん、ユースとか参照とか入れればみたいな思ったら、あ、これこれと思って飲んだ時にもうめちゃめちゃ感動して、でもあんまりジンって飲んだことないなと思って、タンカレっていうロンドンドライのすごい古いからあるようなジン買ったりとか、これも買ってこれも買ってとかやつがだんだんハマり始めて、ジンの作り手になるとは正直自分も最後の最後まで思ってなかったんですけど、結構コロコロ目標が変わって、大手に就職したいとか、なんか広告代理店になりたいとか、大学教授になりたいとか、大学時代の中で目標はずっと変わってたんですけど、まあ、大学院いるうちにちょっとこういうのを携わらせてもらった時に面白いなと思って、実際作る方の道を選んだという感じです。農大に行こうと思ったのはお酒にもともと興味あったというより食品全般。そうですね、結局実は僕はお酒の研究室や調味料の研究室でずっと在学していたりとか、今でも料理はすごい好きで自分でもしたりするんですけど、特に調味料が好きだったんで、まあ、それで農大に入ったという感じです。大学の間も共通の友人とか間で一緒にそうですね、これは農大の醸造科学科特権だと思うんですけど、OB がめっちゃいるんですよ。本当に今考えるとどんだけ迷惑なことをしたんだって感じなんですけど、青春18切符で電車乗り継いで、気になるからとか終着駅とかになったら彼の方に電話かけて、農大生なんですけどって、今から1時間後見学とか行けますかとか言ったら、大体その社長とかが、お、俺も農大生だよって嫌いなとか言ってやってくれるんですね。マジで迷惑かけたと思うんですよ、これは。そういう旅とかをしてる。最後のテーマになりますけど、はい、今後酒造りでやっていきたいこととか伝えていきたいこと。そうですね、この蒸留所のことを紹介するときとか、どうしていきたいですかって聞かれてるときによく答えてるんですけど、うちの蒸留所って都市型蒸留所っていう、いわゆる地方とかになって都心にあるようなタイプなんですけど、そうなるとまあジンを作ることの意義って、例えば地方だったらその地方の農産物の香りを届けるテロワール的なところとしてジンってすごい有効でして、農産物を知ってもらうきっかけになる、その廃棄物とかを使えるとか、そういうところもあるんですけど、都心でやってるとですね、日本中からいろんな素材が集まってきたりとか、片や都心で出たレストランで出た野菜とか果物の端っこの部分とかですね、そういうのも集めることができます。大量に消費されている中で良くも悪くも、そういうものとかがだいぶ集まってくるんですよね。でこの蒸留所をどうしていきたいかっていうのは、この蒸留所をコンセプトはとか聞かれると、僕は今のところ目標としては世界最高のゴミ箱にしたくて、廃棄されてしまう果物とかで、ね、行き着く先ってすっごい悪い言葉で言うと生ゴミになっちゃうんですよね。その生ゴミもですね、堆肥にしたりとかいろいろあると思うんですけど、すごいいい香りがするものですね。蒸留でお酒に仕上げることで捨てられる運命だったものがボトル数千円ですよね。まあ、話しちゃうとすごい革命だと思っていて、ゴミみたいな、もう廃棄される運命に、もう捨てるしかなかった運命のものに最高額の価値と最高額の強みを生かしてあげたいなと思って、僕はここを世界最高のゴミ箱にしようかなと思ってますね。今流行りの SDGs にも、そうですね、近い概念とか、うちもエシカルスピリッツっていうのは、サスティナブルとかエシカルとか、そういうところ歌ってるんですけど、僕自身はそれにすごい積極的ではなくて、ただ積極的でないからこそ無理はしたくないんですよね。うちの製品とかも酒粕とか使ったり、そういう風に環境に配慮したりとか頑張ってはいるものの、そこを考えて、まあ、飲んでくれる人もすごい嬉しいんですけど、考えずに飲んで美味しいと思って飲んでいただいた先に、ああ環境にもいいんだぐらいの、そういう無理のない SDGs っていうのが広まったらいいなと思っていろいろやってますね。じゃあそろそろまとめという感じに
になりますが、最後何か一言ありますか？一言ですか？めちゃくちゃ美味しくできたので、ぜひ廃業酒屋の EC サイトでこれから発売されるので、ぜひ飲んでみてください。はい、ありがとうございます。東京オリバーサイド上流所から山口歩くんでした。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。